ゃこんにちは。まず名前お願いします。岩瀬優也です。もうイラコのね、はい、あれは何だったっけ。麺処花市です。ね、うどん屋です。はい、あのポイント名何だったっけ。あれ、ね、目の前ロングビーチ。そうだ、ロングビーチ目の前のね、うどん屋さんでね、今回やりましたね。よかったです。プロ合格。はい、しかも 7.5 で一発で決めたんだ。来たっす。まあでも来るよな、来るとは思っとったけど。でもさ、どんな感じ自分なりに。早かった遅かった、もっと早く。いや結構俺ずっと慣れなくて。そうか、ジュニアオープン勝ったり活躍はしとったじゃん。まあそれはあったんですけど、このトライアル4回ぐらいダメで。あ、そう、はい、俺結構そんなにやってない気がして、さっとで逆に俺プロだったんかなと思っとって。いや慣れなかったんですだけど、でもずっと波なくて大会、まあねまあね、やっとなんか波あるサイズでやれてよかったです。7点出せるなね。母ちゃん泣いとんちゃう。いや多分2人とも泣いとるです。俺もそう思う。そう思う、はい、俺もお父さんもお母さんもよく知ってるからさ、なんかちょっと嬉しいですね。はい、いやありがとうございます。ありがとうございます。またまだあるからね試合。あ、はい、今からでしょ。いや、はい、まあ、今からっていうか明日もあるからさ。明日もです。これで終わりじゃないからね。いや優勝目指して頑張ります。いっそかまさんとね。はい、もうこのノリで。ありがとうございます。ありがとうございます。